本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。古流祭です。本日は、馬四第7話を視聴して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、行きます。3、2、1、5。もう7話かっていうね。BNW。だから、w ね、OVA のお三方ですよね。あの、円盤にだけ入ってるっていうね。 ウィニングチケットっていうね。本編出られてましたよね。ビワハヤヒデさんもおいでになられてましたよね。これがね、ビワハヤテって間違いません成田大臣成田大臣さん見たかなかなわかんないですけど。そういうことね。<laughs> うーん。意外とね、その、ビワハヤヒデさんって、 まあそれこそ前回出られててもおかし、ええー、あやったなぁ <laughs>。なんか真面目なお嬢様っぽい感じでしたけど、すごいなぁ <laughs>。意外とツッコミがすごく的確だなぁ。意外だなぁ。なんかそんなもんで、じゃあ取りに行こうみたいなぁ。へ え、すごい。へえ意外な感じ。びわはやひでさん。おああ、ね。おお。傷つけずに蹴る。う,う <laughs> ウイニングキックなんすか。うわー。すっごい懐かしい。<laughs> 髪にくっついてる。うん。<laughs> いや、面白いなぁ。意外がこんな感じかチケットっていう略称、あだ名な。うわぁ。これ今本当にね、すっごい怖がられてましたよね。アメリカにも上陸したキラー・ホーネットじゃなくて、ホーネットにしたっけバスプじゃなくて、忘れましたけど。<laughs> 完全にあの、たたり紙みたいな。ああ、でも、 ね、いいらしいですね。あのー、水に潜れれば一番いいんだってのはね言われますけどね。うん。ビーチエピソード <laughs> ビーチエピソードから一瞬で山登りにそうなんですよ。いやー、久々においでになったと思ったら一瞬だけで超遠目のサイレン・スズカさん。ね、あのー、まあラーメン屋でもね やっぱ実況はとなるとまあでもそっかいろんな娘さんにおい,でいおいでいただきたいんでそうなるかって感じでしたけどね鈴鹿さんいらっしゃるかと思ったんですけどでも東海テオさん割とあでもでも割とバランス取ってるか、うん、あんま買っとってないかあえウイニングチケットさんなんだへえ意外 絶対ビワ早秀さんかと思ったわうんいやこれほんとね今すっごいうん改めて知ってるけどっていうね話題になってますよねーアメリカでもとうとう被害が出始めたとかふんへえすっごいなんかあの BNW のお三方に関しては BNW の近いっていう タイトルの OVA なんですっていうことを OVA が存在するということを教えていただいて調べて初めて知りましたそうなんだっていうねやっぱりこれはわざわざねうん BNW って聞いてピンとくる人じゃないと今回のタイトル何っていう感じでしょうし本当にあの OVA までご覧になった深いファンに向けた今回の,その作り手の皆さんの側からのあの3人ですよっていうね 皆さんならお分かりでしょうみたいな感じの、あそこに込められたものなんでしょうっていう感じですね。さて、声優さんですね。まあ、これは OVA 本編と一緒なんでしょうけど、それぞれ誰がやられてんのか。ビワハヤヒで近藤結衣さん。まあ、私、本当にね、だから、まあ、兄弟もどうかと思いますけど、声蓋を名乗らないようにしてるのはそういうことなんですよ。兄弟は思いっきり名前にもしてますけど、さて、貴様本当に兄弟名乗るしかかんのかと言われるとね、人によると言ってしまえばそれまでなんですけど。はい。 近藤結さんうん、記憶では。えー、wikipedia 拝見すると、あれ、そんなにずらずらあちこちに出られてる感じでもないんだ。ここにタイトルが並んでますけど、私がもうすでに視聴済みでかつその中の誰ってわかるのは、まずその、出演作自体が、まず存じ上げてんのが、あ、でもまあドラえもんとかね、クレヨンしんちゃんは別ですけど、それ以外になると、 うん、半分わかるかなっていうね、ここに並んでる中で。なんで、馬娘の美輪早秀が、私が唯一知ってて、で、多分だけど、出演作としても、他に馬娘以外で、近藤優衣さん、ご存知の方ってどれくらいいらっしゃるかなパズドラ、稲妻ブンスター、トゥインクルプリキュア、消滅都市を挟んだらもう馬四ですからね。馬娘から馬四までの間に。うーん、なるほど。 なんか、馬四だとね、まあ、あれですけど、馬娘さんがそれだけいらっしゃるってことなんですけど、本当に、この作品見てなかったら、出会えなかったっていうね、声優さん結構、この作品から存じ上げておりますというね、ことがよくある。あとは、渡辺恵子さん。うわっ、渡辺さんも、さらに出演作が少なくてですね、まず存じ上げてる作品は本当に馬四と、ただ、意外なことに一個追加がありまして、Life is Beautiful に出られたんですね、小森魔法 へえ。うわ、懐かしい。そうでしたね。あの、えっとね。うわ、こうやって、高校の名前もう一回見てくの。すっごい久々。ミネズミ高校だったか。小籠森魔法部長ですね。あの、腹筋自慢のね、方ですね。いやー、そうだ。思い出した。うわ、懐かしい。Life is beautiful。うん。がいらっしゃいましたね。あとは、ね、意外なことにですけど、セントールに出られてんですね。だから、ね、セントールも、 ご覧になってる方少なくて、Life is Beautiful もリアクションとかね、少なくて。なんで、見てる人が少ないけど、私が大好きな作品に割と連続で出られてるんで、あここに、成田大臣として、ウマ娘の方でのご出演歴がないってことは、やっぱり、成田大臣さんは、ウマ娘本編には、一期本編には、おいでになってないということか。成田大臣さんだけね、あ 存じ上げないかもって思ったんですけど。あ,あそっか。今回ね、サイレンス鈴鹿さん、久々だし、あの透明でちっちゃいお姿と思ってたら、キャストにいらっしゃらないですわ。一言もなかったか。スペシャルウィークだっけ。でも、スペシャルウィークさんもね、1話でも、あのー、ラーメンの回でも、セリフほぼなかったですよね。一言、二言ぐらいでしたね。で、えウイニングチケットさんも渡辺さんなんだ。渡辺優衣さんでしょうね。<laughs> ってことは、 渡辺ささささんんんんががおお二二人人とかもししれないでですけど結衣さんでしたねってことはこれはこれ名前でブリッジしてるのかわざとかわかんないですけどたまたまかもしれないですけど渡辺さんがお二人で結衣さんもお二人っていううんこれ真ん中に渡辺結衣さんだったら近藤結衣さんから渡辺結衣さんへそして渡辺恵子さんへと <laughs> なぜかうまいことつながっていくっていうねさてご出演作品拝見していきますとあっじゃ あでもそうっすね。近藤結衣さんと同じぐらいのざっと見た感じのご出演作があって、私が存じ上げてるのは、馬4四、うん。四、う娘以上か。ですね。うん。作品自体もね、名前は存じ上げてますけど、内容は拝見していないという作品が並んでる中で、唯一が馬娘関連ということですか。だから本当に、お三方とも、今回初めていろいろと存じ上げることになったと。 いう感じの機会にもなった今回のお話でしたか。でね、あの OVA の方にも出られてたお三方が馬4にも出られてると。なんで、まあやっぱりこれはゲームに向けての陣らしの一環なんでしょうけど、OVA に出てて、で、サンバガラスを構成されてたお三方もここで馬4の方に出られてて、で、ゲームの方での出走準備を着々と進められてるという感じなんだろうなと、推測いたします。で、リアクションはね、 まあ、連続で挙げられてた、あのー、ランダムランバープロダクションさんの6話まで拝見いたしました。で、私がどんなかなーってね、想像してた、予想してた、あの、どの時点で、まあ、実はね、タイトルにエレガントな、だっけ確認しよう。そう、あのー、お嬢様ですけどね、珍しいっすね。リーチグルールとか、プリンセスとかが選ばれることが多い、お嬢様たちをどう訳すかで、まあ、セリフじゃないから、こうできるっていうのもありますけど、 お嬢様たちの優雅なランチは、アンエレガントランチフォーエレガントヤング・レディズになってましたね。エレガントヤング・レイディーズか。そうきたか。確かに。まあそうなんだけど、まあ、だいぶいい言葉つかまれましたねっていう感じでしたね。まあこれが出てたっていうのもありますけど、ただ例のね、アニメのタームで語られるお嬢様が、まあそれは当たり前ですけどタイトルにはないんで、あとあんまり見ない感じの訳し方なんでさて、 さすがのランダムランボプロダクションさんですが、どの時点でお嬢様たちと気づかれるかと思ってたら、まあもう、ラーメン屋で、あのー、メジロマックイーンさんがご案内お願いしてよろしいかしらって言って、空いてるところに座ればいいんですよって言われて、恥ずかしがるっていう可愛らしい場面あたりでもう、早速、お嬢様って。<laughs> まあ、それはね、ご存知だし、そういう概念に関して、造形が深い。 方々なのは、重々承知しておりましたけど、まあ、早速もう、お嬢様って言われててね。ルークスラックお嬢様は、er、ごいんと、コモナラ。そう、コモナラのお食事ところに行くみたいだねっておっしゃってて、そうそう、庶民のことね、コモナラとか言うんですね。コモンズとか、コモナラとか。ですね。まあ、この辺はね、いろいろといろんな表現を使われることがありますけど、あのお三方の場合は、コモナラと。まあ、土庶民のってことですね。 いうね、まあ面白いことがありまして、まあ相変わらずあの人たちはさすがだなということがリアクションではありましたと。で、さっきちょっと申し上げましたゲームのね、ジェナラシという話ですけど、まあまたディスカッションの方行きますと、この方ね、まあこれは宣言通り本当に毎週やられるんでしょうね。ローアングロージさん、<laughs> うん、週一の美貌、ゲームは2年遅れているっていうね、またですよ。全くないセリフなんだけど、 まあ、さすがこの人ぐらいになるとね、この後が毎回多分違うんでしょう。サイゲームズよ、頼むから早く。オラが金遣いに正気でいるうちにっていうね <laughs>。まあ、これは別に悟空のセリフを真似ておっしゃってるんじゃないと思いますけど、私の脳内では完全に訳すと悟空のセリフですよね。オラが正気なうちにですよね。まあ、要は責任を持った金遣いができるうちにということなんですけど、多分この後半部分を毎回変えて、ゲームについておっしゃられるんでしょう。だから大丈夫っすって。 年内っていうアナウンスが最後にあったきり、特にそれに関して訂正なり何な,なりないわけですから、まあ、多分今のところこのままリリースされるんでしょう。というね、相変わらず状況は同じで、で、ローアングロジージさんの周一の美貌も相変わらず継続されてると。あと、お嬢様たちね、うーん。やっぱめんどくさいからでしょうね。そのお嬢様をどう訳すかっていうね、本編でセリフにもなかったものを、どうやってじゃあ本編外の感想の場所で、 あの子たちの共通点となっているものを一言で説明するかっていうと、まあ自分なりのこれまで見てきた訳語を持ってくるしかないんですけど、それだと各人でバラバラになるんで、で、通じるかわかんなくて聞かれたりしたらめんどくさいなってことでもう、お嬢様って書かれることすごく多いですね。ほぼお嬢様かな、もう。わざわざリッチグルールとかね、あんまりもう書かれてるの見る方が少ないかもしれないです。もうこの人もお嬢様って書かれてまして、お嬢様の馬娘たちが牛丼屋で食べてるのを見るのは楽しいっていう、 まあ本当に一言だけの簡素なご感想なんですけど、まあでも前回のね、本当、ストーリーのざっくりとした状況を表すとこうなりますよね。まあよくあるね。まあこれは前にも申し上げましたけど、いろんな作品である、一エピソードはあるかなっていうぐらいの、そういうよくわかんない庶民の場所に紛れ込んでしまって、お嬢様ならではの戸惑いがいろんなところにあって、カルチャーギャップが楽しいというね、ことがあると。で、これね、チャンピオンサイズね。 まあ、キングヘイローさんね、キングですから、やはりキングというご自身のお名前には相当強い意識をお持ちでしょうから、私は聞いた瞬間には誰かがチャンピオンズサイズを注文するのを知っていたっていうね、そういうのがある、<laughs> わざわざ店員さんもなぜそれを言ってくれたのか、わかんないですけど、キングヘイローさんだとご存知だったのか、それとも王者の風格を感じ取られたのか、ってのはあるんですけど、みたいな。いうね、これはもう誰かがすぐに食いつく、まあ、物理的にも食いつくんですけど。 っていうコメントがありましたと。あと、これね、まあ確かになんだけど、これ私、私もう覚えてないですけど、馬娘一期本編で馬刺し出てきましたっけどっかあの、合宿、それこそ、ビーチエピソードと思ったら、肩透かしビーチエピソードだった。あの時にありましたっけなんか、それがあれ馬刺しじゃないみたいなのがあって、やっぱりそれも話題になってるの、見た記憶あるんですけど、忘れましたね。なんですけど、まあ、 馬刺しでも牛でもなんか似たようなもんじゃないのっていう、その時もあったやりとりなんですけど、またそれを再現するかのようなやりとり。待て、これは友食いのようなものではないのか。牛と馬はどのぐらい禁煙に関係していたっけ。あとね、お腹の出番を続けてくれ。私が1週間を過ごすのに必要なんだ。というね、2つのコメントをされてるんですけど、まあこれはね、当時散々出尽くした意見だし、まあ一言で、まあこれでもね、あの、この話題続けたい人は、 永遠に続けますんで、なんですけど、まあ大体の人が、まあそんなもんじゃないっていう、落ち着くのは大体この意見ですよね。多分人間が牛を食べるのと違いはない。私たちはみんな哺乳類だよっていうね。まあそうっすよね。まあそう考えることもできるし、どっからどこまでを食べるものとして認識するかって、まあ人類史上でも変わってきましたし、あと地域によっても文化圏によっても違いますし、まあ宗教上の 区切りはまたそれはそれで存在しますしね。まあいろいろなんで、気にしだすと消えないっすよっていう。今の誰の食事でも誰かから見たら異常でしょうからね。人間食べる文化とか、今でもあるかわかんないですけど、本当にまさに共食い、まあカニバリズムなんですけど、ちなみにこのカニバリズムっていうのがカーニバルと縁のある言葉らしいんですね。なんでカーニバルっていうのはそもそもその射肉祭のことで、だから射肉なんですけど、 なんで、まあそのカニバリズム、共食い、共食いっていうのは肉の収穫に感謝するという言葉ともつながりがあるんで、まあ感謝をしてお肉をいただくということのありようは時代によっても、その文化的背景によっても全部異なると。なんで急にここでウマ娘の皆さんが牛丼を食べていることだけ、異常なものを感じられるのは、よく考えてみると、実はどんな状況も誰かから見たら驚きに値するんだと。 だからこのまさにカリバリズムそのものの人間が人間を食べるというのも確実に歴史上に存在したことは間違いないですから少なくともみたいな話なんですけどまあいろんなところでね繰り返されてきたコメントとそういうやりとりなんでしょうという感じのものがここでもありましたとあとねこのこのコメント拝見して私あ,あいやああっていうねちょっと申し訳ない気分になりましたけどついにマックインが出番をつかんだとうんお嬢様ってきたからなマックインさん絶対いらっしゃるなと思ったら まさにその通りいらっしゃったんですけどね、ゴールドシップさんなんですよね。そう、パカチューブでね、主役やられてて、で、馬読んでも1話、2話ぐらいはよく言われてたゴールドシップさんまだっていう。あと同じぐらい言われてたハル・ララさんもまだなんですけど、ゴールドシップさんあんだけ言われてたのに、私もう忘れてて、そういえばと思ってね。まあだからこれは、やっぱね、主人公はここぞという時にいらっしゃるんでしょう。馬4ん最終話ぐらいじゃないですか。 でなんだったら最終話ぐらいで本当に今度こそレースするかもしれないですね。レースだけは一度もしないというこの馬4ですけど、まあ競争はねしてるんですけど、競争はするけど、レースだけは一度もしないという最終話ぐらいで本当にレースになって、その時に満を持してゴールドシップさん登場ということになるんじゃないでしょうか。でももしそういう演出になるんだとしたら、ゴールドシップが皆さんにとってどんな存在になってるか、どういういじられ方とか、 どういうネタにされ方まで含めて作り手の皆さんの側がご存知ってことですよね。だとしたら結構いろんな方面によく高くアンテナを張って目の行き届いた作り手の皆さんの姿勢ということがわかる感じですけどね。まあそうなるかわかんないですけどね。まだ予想でしかないですけど、ゴールドシップさんは満を持してのご登場となるのか。ねえ、まだ本当に影も形も出てこないですもんね。超予約ですらない。ということはやはりこれは貯めているなというね。出番力を貯めているな。 あとこれね、先ほどの方もおっしゃってましたけど、やっぱりあのお腹がね、可愛らしくて大好きっていう人は多いですね。あのチャンピオンシップボールを見るやいなや、またしても、ホースグルーズのお腹が来ると分かった。というね、これはもう、ラーメン界に続いて、今度は牛丼界かということでね、2週連続、あの、巨大なお腹が出てくると、まあ可愛らしいですしね、満足されてたでしょうね。あとこれね、私、気づかなかったですけどね、この方のコメントを拝見するまで、彼らがアイネスの冷や汗の しずくを最後ににのので置き換えたたは本当に可愛かったどれどれあこれかうわよく気づかれましたねすっごい細かいでもわかんないこれは普通に汗の記号を書いたらああなるからただ意識してうん他の時での汗の書き方とは違いますから本当とに汗の形にされたのかな意図されずその絵のデフォルメ感ーーに合わせて太めの線で汗の 表現をしたら、歪めの形に意識しなくてもなりますから、たまたまなのかもしれないですけど、ただ今見てみたら、あ、確かにそう見えても全然おかしくないっていうね、感じの書き方でしたね。うん、微妙、どっちとも取れる形状ですね。まあでも本当に貴重な気づきでしたね。他にゼロでしたよ、こんなコメント。あと、新しいエンディングオープニングは未だにお気に入りだと。へーえオープニングは、あ、エンディング兼オープニングね、どっちでもいけるからってことですかね。 オープニングは新しくなってないですよねと思いかけた瞬間に、オープニングそもそもないですよねっていうね <laughs>、いうね、自分自身へのツッコミが二重にかぶり気味に来るっていう不思議な現象が起きましたけど、新しいエンディングね、これちょっとね、ランダムランボプロダクションさん内で、ここちょっとね、議題になってましたね。またいつものね、例によって、Have you seen this opening before? が始まるあの流れと一緒で、変わったっけとか、いつ変わったっけとかいうね、また毎度毎度の、あれがありましたね。 あとこれね、まあ先ほどのね、コメントと一緒で、全体の状況をざっくり一言でまとめると、お金持ちのフォロースグールズに庶民的なご飯の食べ方を説明するアイネスっていうね。まあそうなんですけど、鉄板ネタですよね。まあこれは前回でも申し上げましたけど、その、じゃあお嬢様キャラ集合っていうと、3人ぐらい即座に集まって、その3人でのお話ができるというね、本当にまあ手広いフランチャイズですね。 なんでまあ、オペラ王さんの時もそうでしたけど、ああいうベタなネタ、いろんな作品でやってみたいけど、キャラが揃えられなくてとかで、断念されたネタとか、よくあるネタとか、古典とかね、この作品だったらどんな古典の再現でも可能そうだなというぐらいね、揃ってらっしゃいますからね、役者が。という感じでしたね、前回の皆さんのディスカッションを拝見したところ。さて、そんで今回ですね、どんな反応ありますかね。まずまあ一応ビーチエピソードで、 ギリ数秒だけですけど水着界に踏まれるんでしょうかっていう感じのね出だしでしたけど速攻でカブトムシ捕りに流れていくカブトムシ捕りをされることはどうでしょう他の国だと分かりませんねこれねあの実はですけどクワガタとかカブトムシって海外のディスカッションとか拝見してると嫌われてることがあってしかも珍しくなくて嫌われてることが驚くことがありますしあとビートルね あのビートルも、ビートルって聞いて思い浮かべるものが人によって全然違うっていうね。あとそもそもうちの国、このカブトムシ、まあ珍しいけどいるかっていう、今回出てきたやつ、割と珍しい形状のいますけど、うちの国にはビートルがいないっていうね。なんすかビートルって。だからビートルズも歌手だと <laughs>。本当に冗談みたいな話なんだけど、ビートルズっていうのは、あの歌手の名前であって、グループの名前であって、それを虫だっていうのを後から認識するっていうね。 虫とりねまあ虫取りはだいたいどこでもあるないところもあるだろうなこの辺は当たり前が通じないくだりかなまあでもねそういう人はそういう人でえー、虫取りってそういう感じなんだみたいなカブトムシってそうなんだみたいないい面白さありますかねそうなんですよねこの我が国のこういう昆虫とかってえー、って最初それ聞いた時びっくりしたんですけど日本の虫ってでかいよねみたいな 日本にやってきてびっくりしたことみたいな、あと日本住まいで困ることとかいうお題の YouTube 動画結構、特に近年ね、多いので、そういうのを拝見してると、日本は虫がでかいのが嫌っていうね、いう意見は割と聞きますんで、そのためにびっくりするんです。まあゴキブリがでかいのはまあ、それはびっくりされるでしょうけど、それ以外の虫がとにかくでかいと、へーと思ってね、なんですって、日本って虫がでかい国なんですって、一部の人にとっては。 まあその気候とか考えたらね姉熱帯ですからね実は G7 の中でも相当南にある国っていうのはねこれ忘れがちですけどまあ梅雨はあんだけよく言われるぐらい高温多湿なんですけどこんだけねそのちょっと田舎に行くと森が木々がああいうこういうタイプの木々が生い茂ってるのってね珍しいんですよねもっと空いた感じの林みたいな緑は向こうでも一般的ですけどこういうねもしゃもしゃしたところ すっごいそのいつの話っていうのを今急に思い出しましたけどその本田マリコさんのねモサモサですけどそのモサモサしたところから来ましたっていう自己紹介をしたためにその言葉とセットになって覚えられたみたいなエピソードありましたけどそれを思い出す <laughs> 今急にそれを思い出しましたけどでもまさにその通りなんですよああいうモサモサした感じの森がねずっと密集して続いてるっていうのねああいうところにしかだからでかい虫は住めないんで日本は虫がでかいっていうのねそういう違いがあるっていう にびびっっっっくくりりされててていいるるのを聞いてこっちもびっくりするっていうねなんでこの辺面白いですかね面白くご覧になる方いらっしゃるでしょうかもうずっと無いだな。あと8ね。これちょっと今話題になってますからね。この辺の話題にも反応されてる方いらっしゃるかなっていう感じですね。あとは BNW って何って。まあ名前をよくよくご覧になればわかるんですけど、これは OVA のタイトルだということをご存知の方とそうでない方でまた反応違うでしょうしまあその辺も拝見していくと面白いんじゃないかなっていう感じですね。 っていうとこですかねその割と濃いししっかり細かく描写されててツッコミも鋭い虫取りの下りとあとそこから連鎖して起こる蜂注意のね下りとタイトルになってる BNW って何だっていうねいうとこですかね多分ですけどこの後リアクションとかディスカッションで注意深く見ていくのはっていうとこですかね今回はそんな感じで馬4第7話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた